子さんとこの、はい、アトリエもの前も置けば結構バシャバシャいるから、結構楽しめると思うんですよ、アトリエに直前でも。ちなみに結構来られてるんですか？何回かね、はい、普通に飲みましょうみたいな、あのコロナの前の、はいはいはい、みんな全然大丈夫な時に、じゃあアトリエでみんなで飲みましょうかとか、仕事終わった後に飲みましょうか、やっぱ石子さんがあの僕の本出した時に、はい、取材で取材受けてたとか、はい、うん、ほら、と言ったらもうあれですよ、道草さんのアトリエですよ。このマンションの1階ですけど、なんか雰囲気違うよ、僕も何回か来たことあるんですけど、じゃあね、はい、強引にこの間、ほら、あの渋谷の、あの渋谷区ふれあい植物センターで強引に約束をしたという。今度ね、だからちょっと思うんだけど、石子さんのアトリエちょっとお邪魔したいな、コケのチャンネルのことね、ちょっと思ってるけど、ちょっと遊びに行っても練習、ああ、いやいや、アトリエに遊びに行くということで来てしまいました。こんにちは、こんにちは、ご無沙汰してます。来ました。本当に来ちゃった。どうぞどうぞ、すいません、お邪魔しますよ。いや、ジュースかさ、うん、すごいね、ここすごくない？見える？石子さんが管理してるわけじゃない。いや、でも結構前来た時より増えてない？もともとすごかったの。すごかった。こっち銭形いるじゃん。あ、銭形じゃないの？これなんだろう。あ、メジャーボール、メジャーボール、これじゃあ全然別だよ。ここ多かったの。あとにもこの物件を見に来た時に、なんで決めたかって、ここにこれだけ苔が生えてたから。この東京乾いてるじゃん。確かに。そう、間取り関係ないんじゃん。不動産屋さんにここシャッター開けてもらう前に、ここで不動産屋さん5分ぐらい待ってたんだけど、苔すげえな。これ多分ここで苔栽培してもちょうどいい湿度とか環境じゃないかな。なるほどね、環境の問題がそれでかいよ。いすごいじゃん。だってこれになって、あ、いい、あ、すげえ、苔の仲間とか、うん、切り替えの方っていいですね。またこの人工芝とのミスマッチが行くのね。あとはこっちの外に出た、うん、ここ葉巻、そうそう、葉巻ゴケゾーン。これ後に入る前にトラック多すぎだな、この。こんな綺麗。さ
何かある駐車場でこれだけ浜木ごくがね、いい感じに見ると思うね。こういうのが、浜木ごくはなかなかテラリウムだね。難しかった、ね、難しかったですね。開く様子がすごいいいじゃないですか。ああ、いい、うん、こうした動画もこれ撮れちゃう。そうそうそう、ここで開く様子がの木の下、あそこゼニゴケとかね、全体緑になっているよ。あそこは今コンディション最高です、ね、最高だよ、ね、うん、それまでもね、駅から来るまでもね、国道上なのにゼニゴケとか、うん、綺麗なのが多かった。全然全然コケを堪能できるじゃない、マトリエ来る前もういいもんね。さあマトリエ来る前にお時間がごめんね写真で何か見に行かれる全然、なんか見ません。